皆さんまたお目にかかりました。スリックデモンストレーターの田原弥一です。今日は CP プラス2019でものすごく人気があったこの製品がいよいよ発売となるのでご紹介いたします。スタンドポットエアリーの 6S ですね、スタンドポットエアリー 6S をご紹介いたします。このスタンドポットエアリー 6S ですね、6段ショートモデルということで縮長33センチ、縮小33センチと言いますのがこの A4 サイズの対角線ぐらいということで非常にコンパクトに収まるということが特徴なんですが、6段のショートモデルということでこれこのまま伸ばしていきますと、まず自立キャブこのようにセットしますね。はい、で自立脚は2段伸縮です。石突き部分を持って回して広げます。このような形で広がります。そしてここの一脚部分はナットを持ってくるくるくると回すとこのように展開いたします。必要において自立脚の角度を変えて高さを稼ぐということもできますね。はい、でこれで一番高くした状態で1m23cm ということで、はい、こんな感じでしょうかね。はい、ちょっとしゃがんだくらいの高さにはなるんですが、結構高さ稼げます。こんな感じですね、ここにビデオカメラとかを載せて使うと学芸会や卒業式、入学式といった式典ものに最適な自立一脚なんですね。実際ビデオカメラを載せてセットしてみました。このような形で使います。自由運台、ここを1箇所緩めるだけで好きな方向に向けられますので、あらかじめ向けたい方向に向けてこのレバーでキュッと固定するといった形で使います。もちろんこのようにクリップオンタイプのストロボをこの、ストロボ側に付属の台につけてカメラネジを通じてこのような形でライトスタンド代わりといったことで使うこともできます。多頭発撮影とか、あるいはスレーブといった形のカメラからオフカメラで光らせるといった時に非常にコンパクトに持ち運べるスタンドポットエアリー 6S は一般的なライトスタンドよりもずっと持ち運びが便利ということが言えると思います。はい、今一度しまう方向、縮める方向で操作をしてみます。ここにあるナットを緩める、止まるとこまで回します。そしてこのままスーッと縮めていって、またナットを逆方向、締まる方向に回します。そしてそれぞれの足もこのようにパイプ石突きを持って回すということで、あと最後にエアリーシリーズ三脚と共通の開脚ストッパーですね、レバーを下に下げるとこのように開脚角度が調整できるといった機構なんで、この通りで短くコンパクトに畳むことができました。さらにコンパクトにするには運台を、はい、このようにクイックシューレバーが下に来るように入れてやるとさらに短く畳むことができますね。スタンドポットの持ち運びが長いという欠点を徹底的に考えて作ったスタンドポットエアリーシリーズ、その中で一番コンパクトに運べるスタンドポットエアリー 6S をご紹介いたしました。自立一脚として、しかもここの本体部分はアルミでできて割としっかりしているといったことも含めて本当におすすめの自立一脚です。イベント撮影やあとはライトスタンドの代用としてカバンの中に入るサイズというところまで考えて作られています。スタンドポットエアリー 6S をおすすめいたします。